ですか。やっぱお笑いってよくできてるよね、こう重ねて笑いを取るってやつ。面白い、面白い、伏線の回収というかね、笑い声が聞こえてきますね。カメラの向こうから、ね、はい、そう、あのごめん、素で笑っちゃった今3回目。大事、笑いって大事よ。元気になりますね。元気になる、はい、うん、コロナ飛んでったね。あ、本当ですね、うん、皆さんも笑った方がいいですよ。笑った方がいいです ね、はい、何回やってくれるのかな、武勇で。でもなんなら金親さんが登場した時も金親さんにやってもらいたいの。そのうちほら、オリラジが見ててさ、一緒にやった YouTube 大学みたいなさ。いいっすね。ね、面白そう。待ってるよ、あっちゃん。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 藤森じゃなくていい。いや、藤森さんもお願いします。お待ちしてます。チャラを。チャラを。はい、はい、というわけで。前座、前座が雑、はい、あの就活生に向けて、はい、あのどんなところをさ、はい、こう見て決めたらいいのかなって。社会福祉法人系っていっぱいあるじゃない今、はい、まあ、例えば分野で言えば介護系、いわゆる高齢者福祉と、はい、まあ、我々のような障害者福祉とかもあるし、はいはい、あと貧困の方向けのね福祉とかもあるし、うん、障害者って言ったって身体障害、精神障害、知的障害、うん、結構あるじゃないですか、はい、まあ、この辺の分かれ方とか、はい、あとは、まあ、社会福祉法人がいいのかなとか、行政がいいのかなとか、はい、株式会社とか NPO とかがいいのかなとか、はい、いろんな選ぶ観点があると思います、うん、ちなみに住谷さんはなんで、これ言っていいんですか。言っていいですよ。言っていいんですか、僕ハローワーク行ったんですよ。ハローワーク行った。ハローワーク行って玄関の近くにある掲示板をバーンって見たら、ああ、ありますね、はい、見たら、ここの求人の、うん、紙がバーンって貼ってあって、無資格 OK って言って大きい字で書いてあったんですね。あ、はい、あと大使を描け、若者よ大使を抱けでしょ。って書いてあったんですよ。はい、ここはきっと熱い人なんだろうな。でも無資格がいいなと思って、僕もともと保育士取りたかったんですけど、うん、またちょっと別の夢を追いかけたんですけど、うん、ちょっとやっぱりどうしても子供関係の仕事に就きたいなと思って、あの応募させてもらったんですよ。で、まあ、当時ね、あ、結婚してなかったので、結婚したいと思ってるんですって話を面接でしたら受かっちゃいました。ねえ、はい、なんていうの、すごいでかい会議室で2人でね。いや、本当にびっくりしましたね、もう。本当に何もなくて、部屋の中パイプ椅子2つで、あ、じゃあそこ座ってってガチャンって、ありがとうございますって言って、こうちょ、なんか多分今だから言えるんですけど、竹島さんの性格上だ、形はちゃんとしなきゃなと思ってバインダー持ってるんですよ。持ってるんですけど、そのバインダー途中で なくなっちゃうんですよ。もういいやって言って、そう、そんな感じでしたね。懐かしい。その椅子はね、京葉デイ2で980円で買ったパイプ椅子ですよ。当時お金なくてね、はい、パイプ椅子も980円、はい、なんだ、オフィス用 あの回転する椅子、はい、くるくるするやつ、はい、あれも1980円でね、はい、京葉デイ2で買いまして、ソファ座っちゃってますからね。ね、まあそれもそんなにいいもんじゃないけど。お客さんにはですかね、はい、まあそんな、若者の大将だけっていう、はい、まあ、名もなき、 そして実態のない法人に応募し、はい、まあ、決め手は、決め手ですか、決め手は、決め手は、え、決め
虫かく OK。 虫かく OK です。決め手は虫かく OK です。なるほど、そうですか。だからなんかそういうふうな、なんつうの、 いわゆるだよ、 かっこよく言えば、はい、ベンチャーじゃないですか。はい、ね、ベンチャーです。ベンチャー、ちっちゃい、もう何もないところからのスタートアップで、まあ、10年勤めてみたら、はい、まあ、仲間もたくさん増えたし、まあ、運よく生き残れたわけじゃないですか、はい、ね、吹けばなくなっちゃうかもしれなかったけど。だそういう、なんつうの、こうしっかりした古くからの社会福祉法人、ドーン、がいいのか、どうもベンチャーみたいに若者よ大志を抱けみたいな法人がいいのか、何を基準にして選べばいいんですかね。難しいですよね。難しいですね。ちなみに僕はまあ、いわゆるこう、はい、伝統的な、ね、母体しっかりの、はい、ね、社会福祉法人に勤めまして、いい法人だったな。福利厚生もちゃんとしてるしね。うん、あー、そっか。そうですね。言っちゃいなよ。言っちゃいなよ。一番最初の練習。練習ですか。うん、練習は、これ練習202万円です。え？そうですね。え？200でしたね。そうですね。素晴らしい。どっちがいいんですかね。ねえ、そうですね。でも僕ここに入って思ったのは立ち上げだったじゃないですか。立ち上げで入らせてもらって右も左もわからない、竹島さんについていくしかないっていう状況の中で、あ、僕先輩が欲しいですって、あ、言ってたね、はい、って思ったので、うん、そう考えると、うん、やっぱりこうどっしりしてる社会福祉法人さんとかだと、うん、やっぱもう憧れの先輩とか多分たっぷりいると思うんですよ。なるほど。だからいいお手本になる人たちがいっぱいいる環境で、なんだろうな、成長していきたいって思うんだったらそっちがいいと思いますし。あ、なるほどね。うん、ただ右も左も分からないけど、なんかこう作っていきたいとか、うん、新しいものやっていこうって思うんだったら、うん、チャレンジした方がいい、チャレンジした方がいいですし、ね、でも、で、そこにはやっぱり生活していくのはやっぱりお金も必要ですし、うん、どっちが安定してるのかって言われるとやっぱり社会福祉法人さんだね。あ、なるほどね。そうですよね。安定というか、まあ、きっちり作り上げられてますからね。そうですね。うん、それは確かに思う。うん、だから、立ち上げの楽しさってやっぱありますもんね。うん、だからさ、別に法人じゃなくても、例えば新しい施設ができるときにオープニングスタッフ募集とかっていうと、はい、まあ、それはほらコンビニでも何でもそうだけど、なんか応募しちゃおうかなみたいな。そうですね。うん、あるよね。うん、なるほど、はい、確かにそうだな。迷いますね。うん、で、これ見てる人はじゃあ何選ぶかってなってるから結論、はい、結論言って。結論、結論、ベストサポートに入っちゃえばいいじゃん。そう、いや、何がいいってね、はい、何がいいか今ちゃんとロジカルに説明しますよ、はい、僕が、はい、大きい社会福祉法人ってもうドーンと出来上がってるんで、もう、まあ、なんか難しいんですよ、組織が大きいし、チャレンジするとかっていうのもね。そうですね。かといって立ち上がったばっかりだったら年収202万円ですよ、はい、だし、その先輩もいないわけじゃないですか。そうですね。ベストサポートちょうどいい今。ちょうどいい、ね、ちょうどいい今。もう本当に、うん、大きくもない、ちっちゃくもない、ちょうどいい、そうですね、自由にできる、そう、一番ど真ん中来てると思うんですよね。そうですね。ここが今チャンスですね。そうですね。狙い目、うんうん、で、自分たちを自慢した YouTube でした。ありがとう。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。